おはようございます。今日も動物の森やっていきましょう。今日はですね、あんまり時間がないんでパパパッとやりますが、しずえさんからのお知らせが一つありまして、はい、こちら、クロコがね、引っ越した土地に新しくヘルツという人が、引っ越してきたらしいので、挨拶行こうと思います。頑丈な扉やな。なんやこれ、ヘルツってどういう感じなんやろ。電気系、電気系って何動物で電気系ってなんや。電気系やマジか、ガチャンガチャンって言うてる。うわ、怖っ。基盤を、床が基盤やん。で、ほうきで履いとる。すげえ。よ、早速来てくれてサンキューな。おい、ラウヘルツ。今日、シャボンディ諸島からやってきたんだ。あ、シャボンディ諸島ってことは、マルチでやったことある人やな。これからはヒゲの住む島の期待の新人として活躍するから、よろしく頼むぞ、ダメか。メカ。すげえ。そうか。その釣り大会やなんやとかで、やったマルチの人や。マルチの人の島から来たんや。04って書いてる。後頭部に。なんだ、オイラと朝トレしたいのか。え、そうか。口調のり巻きと一緒やん。悪いけど今日は一日片付けになりそうなんだ。また明日来てくれ、ダメか。マジか、すごいやつやなこれ。え、どうしよう、さよなら。はあ、なるほど。それでこういう重厚な扉なんやな。そのなんか重々しい、そのメカというかロボというか。うわー、どうしよっかな、どうしよっかな。のり巻きと性格が一緒か。一緒やんな、間違いなくな。ちょっと悩むとこではあるかも。おはよう、おはよう。うんうん、はいはい。今までみんなその、あ、映っちゃった、うちの株畑。いろんなね、みんながパタヤが名付けてくれたその落としっていうのを使ってもいいか使ってもいいかって言うてきてて、ずっとそれ断ってたんやけど、ついにグルミンが新しいあだ名をね考えたから、呼んでいいって言ってきて。何っつったら、トーシーって言われて。トーシーか。投資はちょっとなぁと思って断りました。投資がいいわ、その感じやったらね。また考えとくって言ってたから、期待してます。さあ、で今株拾ってるでしょ。これなんで動画撮ったかって、そのヘルツが引っ越してきたからじゃないんですよ。よし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 、なんと今回、よいしょ、たぬき商店。
株価がね、バーン、ほら451ベル、やった。昨日150、60ぐらい行ってて、これは、今上がっていってるのでは、明日期待できるのではって思ってたら、来ましたわ。451ベル。今回ほんまとんでもない量の株を買ってたからね。よし。いくらになるのか楽しみですね。えい。速金でこの現金が出てくるっていうこの、たぬき商店やばいな。ありがとうありがとう。まあその上には上がねおるから、まあ、451ベルそこまで大したことないんかもしれへんけれども、いや十分やろ。人の島で売らしてもらうってなったら往復せなあかんからな。その時にちょっとまあ株を買いすぎてたらね、往復させてもらう時に申し訳ねえなって思うから、自分のところで完結できるの嬉しい。で、お昼までの時間でね、あ、なんでこんな拾えへんのかと思ったらお金がいっぱいあるからか。 ATM 行かな。お昼までの時間でね、まあよかったらその株を売りたい人読んだりできるし、恩返しじゃないけれども持ちつ持たれつというか、困った時はお互い様ということで、よし。というわけで急いで売るぞ。おいおいおい。とりあえず常吉から買った名画は本物だったみたい。よかった。あれ結局本物ばっかりやったんかな。いやー緊張したわ、その風太に渡すとき。で、もし偽物でね、あ、間違えた。もし偽物で、これ偽物ですよって言われたらさ、もしそんなこと言われたらね、動画撮ってないことを後悔しちゃうところやったから。まあ本物でよかった。よし。あ、まだある。よっしゃー。で、そして家帰って。よし。オフィス株があるから。よし。いや、こんだけ株で稼いだら、当分金策なんてせんでいいでしょう。こっから真のスローライフが始まるんや。よし。あ、ロッカーの上にも置いてあるわ、株。おお、残高が
残高が1000万を超えたぞ。よし、マイレージなんかなってるでしょ。株ドリーマーへの道、影のフィクサーそりゃ達成するやろこれは。よし、まだあるから売りに行こう。はい、いやー、いやー、ありがとう。どんだけの現金があんねん、たぬき商店悪者に狙われんぞ、あんな施設。銀行やん。やってる。豆ちゃん、つぶちゃん。商品見して。これ何？シャワーブース？いくら？いくらか。11万？安い安い、買っちゃう。はいはいはい。ゴールデン軍師レスラーが来たよ。これは何？エフェクターラック？使わないな、買っちゃう。はいはい。これは？学習ポスター？うちにあるよ。買っちゃう。640ベル？これなんとか64000ベルならへん？ちょっと。また来るよ。じゃあね。やってる、エブルちゃん。試着室使わせてもらうよ。もっと金色のやつない？あー、いいね、ナイスゴールドね、これ。あー、いいねいいよ。星の髪飾り、うわー、ちょっと安っぽいかな。ストラップ付きのパンプス？いや、これはいらんか。あ、なんかそんなに高いも置いてないね、今日はね。いくらでも置いてくれててよかったのにな。あ、ダンスジャージズボン。あ、これ。あ、渋いやん。風呂と金の合わせ技はいいよね。とりあえず、まあ、これ買っとく。まあ、元の格好でいいや。はいはい、ありがとうさん。よーし。すーごいお金手に入ったぞ。残高が、900万ぐらい増えたんちゃうか。まあ、株を買った時にすごいお金使ってるから、儲けが900万ってわけじゃないけど。これでも、いくらでも、常吉来てもらっても大丈夫でしょう。とはいえ、こういったものをしっかり引き取って買える、そのケチさもなくしたらあかんぞ。よし。さーてと、常吉がね、あれ以来全然来えへんのよな。いつ来るんやろ。おはよう、ボルト。ははは。
なんでかな、君の笑顔を見ているとなんだかほっこりするんだベイベー。そんなに嬉しそうな顔に見える？そんな嬉しそうに見える？俺出てる表情に。参ったな、分かっちゃうんだねボルトにはね。誰が見ても分かるわこの浮かれ具合は。さあ、じゃあちょっとね、なるべくね多くの人にね株を売ってもらえたらって思うから、まあ今日は本当株を売ったことと、ねえこのヘルツが来たことしかないんやけれども、目怖っ。ヘルツはどっかな、まあ、出来上がる部屋が楽しみやけれどもちょっと怖いな。毛の感じが怖いな、頭のハゲたか、ハゲワシなの。いや、こっち見た。どうなんやろう。まあまだちょっと何とも言えへんな俺オーソドックスな犬とか猫が良かったのになあー、こっち見てるわ帰ります。まあ明日以降ね、部屋見てみよう。あ、でも笑顔は可愛いね。はい、それではね、ちょっと本当内容なかったかもしれないですけど、いや株で大儲けできたんで、これでもう半妙とかを必死で追いかける必要もなくなるってことやから、本当にそのね、あ、何やろう、あの虫とか興味があるものだけを追いかけて、動物に頼まれたりしたらね、その虫を探してとか、よりお金を手に入れたことにより、より一層純粋にこの自然を愛することができるわ。ではでは、よく声をかけとるからやで。自然の大切さ、お金でなんとかなれへん？お金で。なんか俺自分が恥ずかしいわやっぱこういうことが大事やなそれでは今回はこの辺で、ありがとうございました。世の中お金だけじゃないから、自然、友情、よっ、大事にしていきましょう。あー、しまった、金持ちアピールが虫取り網にも出てもてるあかんあかん、こんな網持ってたらあかん。ああタンバリンの金具もよく見たら金や。あかん。ああ、ジョーロも金や。
これぐらいがいい。うん、よし、ではでは、ありがとうございました。パシャッと、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。ではでは。